浅野選手がドイツ戦でゴールを取れたっていうのは、奇跡ではなくて、起こるべくして起きたんだなっていう、僕自身はやっぱ、いろんな準備をしてました、結果が出るか出ないかっていうのは、本当、紙一重のところなので、うん、その紙一重を常に求め続けてはいましたワールドカップの舞台っていうのは、どんな場所でしたか一言では多分表せれない舞台なのかなとは思いますね、誰に一番影響を受けたってありますか 皆さんこんにちはピボットの国山ハセンですピボットトーク今回はサッカー日本代表浅野拓真選手にお越しいただきましたよろしくお願いいたしますお願いします浅野選手本当にお忙しい中今日はありがとうございますいやいやこちらこそですね日本代表の試合が控える中で今日はピボットに来ていただいたんですけども、はい、まあ今回そのインタビューさせていただくにあたりましてこの浅野拓真奇跡のゴールへの1638日、はい、この書籍が発売されたということで まあ今回この書籍の内容を中心にインタビューさせていただきたいと思うんですけども、はい、まず私の,あの率直な感想を申し上げますと、はいはい、本当に感動しました。それはあの当然一人の,あのサッカーサポーターファンとしてもそうなんですけども、はい、奇跡のゴールじゃないですね。<laughs> あのゴールは。はい,ういう、言ってくれるのは嬉しいです。てか呼んでくれたんですね。もちろんです。<laughs> ありがとうございます。はい、この日数、 まあ本当に4年,、まあ、4年半、実質のロシアからカタールまであったかと思うんですけど浅野選手がドイツ戦でゴールを取れたっていうのは奇跡ではなくて起こ、まあ、るべくして起きたんだなというか、はい、やっぱり取る準備をしていたからゴールがゲットできたんだなということを本当にこの本を読んで実感できました。 いろんな準備はしてまあただ結果が出るか出ないかというのは本当紙一重のところなので,、うん、でもその紙一重を常に求め続けてはいましたよね。そ,うですねそれがこう本当にご自身の言葉でなんかこう一緒になってその浅野選手の視点でこう描かれてるなっていうふうなあの印象を受けたんですけどもまずそのこの本の中でも描かれてますけどそのドイツ戦のゴールを今、はい、今日振り返ってみて。はい かなり浅野選手がこうボールをコントロールしてシュートを打ってとかこう周りの状況っていうのを冷静に判断されていたんだなっていう風うに感じたんですけどもあの時はどうだったんですかかなりこう冷静にプレーできてたんですか、はい、そうですね僕もゴール取る準備はしてました絶対に取るって決めてたんですけどまあ決めたら興奮するやろうなと思ってたんですけど、はい、一番自分が自分に驚くぐらい 冷静だったなと思いますし、まあ、ゴールの後もそうなんですけど、ゴール取るまでの一つ一つのプレーであったり、まあ、自分の,その時間の流れ方であったり、景色の見え方っていうのは、うーんまあ、ゾーンに入ってたって一言で言ってしまえば、なんか簡単なのかもしれないですけど、まあ、だからこそでも冷静に入れたのかなっていうのはありますね。まあ、自分も、だから今思い返してもそうで,しそうですし、 その時もすごい冷静で入れたんじゃないかなと思ってます。はい、ゾーンっていう言葉ありましたけどそれはやはりそのワールドカップの舞台だったので、はい、こう特別な空気感だったからこう集中できたっていうのもあったんですかね、うん、そうですねまあ僕がワールドカップ前に思ってたゾーンであったりそのんていうのろう感じ方。 あの、ピッチに入って、プレーしている時の感じ方であったり、えー、ボールを受けた時の感じ方っていうのが、想像してたのとは逆の意味で、ゾーンに入ってるというか、だからもう、興奮は特になんかしてもなく、本当に冷静に自分の考えも、うーん、ちゃんとありましたし、まあ、この時のこのことを覚えてないってことも、まあ、あんまり、 なかったりして、うん、ボール受けるとき、コントロールするとき、シュートまで行くときの判断であったり、そのときの記憶っていうのは、まあ、冷静で、えー、まあ、だからこそそのなんていうの今もしっかり覚えてますし、うん、そこはなんか予想外でしたね。<ー>僕自身も、すごく研ぎ澄まされてるような感覚ですかね。うん、そうなんですかね。まあ、よくゾーンに入るとそのなんてゆっくり進むとか、ね。はい それこそ研ぎ澄まされてるっていうじゃないですか。その感覚も、あの、わかること分かるんですけど。それ以上になんか冷静が勝ってしまってるかもわかんないです、えー。あ、そうですか。研ぎ澄まされてる。瞬間瞬間っていうのは本当に。多分一つ一つの記憶が。もう。何も考えずに、多分。あるんですよね。多分その時の考え方とかがもう。すべて取っ払われてて。でも。 この時がそうだったかって言われるとうん,なんか自分の中でじゃちゃなんかちゃんと自分ともなんか会話できてたしなんうんなんだろうなその瞬間瞬間にバカになってたかって言われてもなんかそんな感覚はないというか、はい、ちょっと言葉で表すのが難しいんですけど、えー、まあでも逆にそういう感覚にもなかなか 試合の中で慣れなかったり、緊張が勝ってしまったりとか、うん、冷静であっても自分の体が言うこと聞かなかったりとかっていうのが普段はあるんですけど、それが逆に一切なかったかなと。冷静かつ、うん、自分のやりたいこと、えー、もうまあ一番ゴール取りたい、もうそこに100%の集中があったのかなと。うんはい その100%の集中をするために本当にこう全身全霊かけてこのピッチそしてワールドカップのピッチに立つっていう,こう夢を叶えるための努力があったと思うんですけどこう振り返ってみてそのワールドカップの舞台っていうのはどんな場所でしたそうですね、まあ、まあ一言では多分表せれない舞台なのかなとは。 思いますね。まあ僕が、うん、どんな場所って言葉でもなかなか出てこないですけど、でもやっぱり目指すべき場所だったなっていうのは、うん、経験して改めて感じますし、ただ目指して経験して満足できたかって言われると、全くそうじゃないですし、まあ、もう一回目指さないといけないなと心の底から思ってるので、目指すべき場所みたいな感じだと思います。だから4回目を経験している選手も、 えー、カタールワールドカップの時にいましたけど、はい、4回目なのにやっぱりギラギラしてるし、えー、初めて経験する選手以上にワールドカップに対しての熱であったり準備の仕方であったりそういうものを見てるとやっぱりワールドカップっていうのはうん4年に1回来ますけど4年に1回来る同じ大会じゃないというか、はい、4年に1回来るけど全部一生に1回しか来ないっていう。 大会だと思う,のでうーんまあだからやっぱ目指す価値はあると思うしだから一回経験したからいいやとならない大会というか僕は今回一回目を経験できて、えー、その前回のロシア大会に手が届かなかったからこその熱量がありましたし、うん、まその熱量をもって経験できてでも満足できたかというと全くそうじゃなくて。まあ、だから常に 新しい景色を多分見せてくれる大会なんじゃないかなと思います、はい。まさに本当にそのサッカー選手として生きていく上で目指すべき場所だったということですよね。そうですねまあ、そのロシアの時の、まあ、四年前の、四年半前の話もありましたけども、その時はこうバックアップメンバー。っていうことで、本当に悔しい思いをしたって、その悔しさも表現されていると思うんですけど。はい、あの、この本の中で印象的だったのが、その岡崎選手から。 はい、あの言われた言葉で先輩からであの「俺最後やから今回俺にやらせてくれ」って言われたっていうふうにもう書かれてましたけど、はい、それはもう忘れられないっていうふうに書いてましたね。はい、そうですね。まあ、あの出来事というか別に僕にくれた言葉ではないでしょうけどまあかけてくれたその何気ない言葉が僕にとってはうーんワールドカップっていう大会の大きさを えー、肌で感じれた一言だったと思いますし間違いなくでもあの言葉が僕の、うん、力に変わったなっていう感覚はあるので僕バックアップメンバーで、あのー、ロシアワールドカップ前の事前キャンプには参加してて、はい、最後までそのワールドカップが始まるまでチームに帯同してたんですけどあのー、中にいる誰よりも僕ワールドカップ出たかったんですよ多分。うんうん でももう出れない可能性があのメンバーの中では一番高いというか、まあ、メンバー外なんで普通に考えたら出れないでも出れる可能性が誰かけが人が、えー、出たり、えー、まあ何か問題があった時にバックアップメンバーで帯同している僕に、えー、回ってくるんじゃないかっていう、まあ、可能性がやっぱり1%でも残ってるっていう感覚はあったので、まあ、終わりではなかったんですよね僕の中でロシアワールドカップに、えー、向かう。 まあ夢であったり目標っていうのが終わったわけではなかったので、はい、まあそこに100%を注いでたし、うん、絶対に行きたいってまだ思ってたんで、その時でも。まあ、そんな僕とまあ同じポジションでえやってる岡崎さんが、まあその時ちょっと怪我でどうなるかっていう時に、も、ま、う、あ、ここまで活躍してる、もう大先輩ですよ。うんでまあ、 僕なんかには想像できない景色をたくさん見てきた選手でもあるだろうし、ワールドカップももう経験してるし、そこでもゴール取ってるし。でもそんな選手でも、うーん、決して多分いい状態じゃなかったと思うんですけど、怪我してて。でも俺にやらせてくれってその言われた時に、この人もこんな気持ちなんだっていう。まあ今、他の選手がどういう気持ちかっていうのは想像でしかないですけど、やっぱあの、 言葉をもらった時になんか僕以上の気持ちがうーんまああるような感覚になったんですよねうすどうしても出たい、うん、何が何でも出たいって思ってる浅野選手ですら、うんはい、いやこの人もっとそれ以上に出たいと思ってるかもっていう。 まあ衝撃とか当たり前って言えば当たり前なんですけど、まあ、あの空気感の中であの状況で僕にその言葉をかけれる岡崎選手の、まあ、大きさも感じながらそのワールドカップに対する強い気持ちっていうのをもう直で感じたのでなんかあの時の衝撃っていうのはなんかもうゾワッてしたのは覚えてますよね僕には。 まあそういう人が集まってるんだなっていうのを改めて実感した瞬間というの、うん、まあそれこそ本当ワールドカップの大きさ、特別さっていうのをあの言葉でまた改めて感じさせられましたね。そしてその日本代表としてのまあ誇りやその重みっていうことも含めてこう感じたっていう場面だったわけですよね。そで,ね、うん、でその後まあその本当に悔しい思いをしてまあブンデスでシーズンを過ごしていくわけじゃないですか。はい、あのシュトゥットガルトからハノーバーへ移籍した わけけですけどもこの著書の中でもそのやっぱり痛感した現実っていうところでもあって、はい、何がその壁というふうに感じましたかブンデスとの差といいますか、はい、ブンデスリーガーっていうものレベルはやっぱり、えー、多分、うん、どういう選手かによって感じ方は違うと思うんですけど僕みたいな。えー どっちかというと身体能力が高くて、まあ、スピードであったりパワーであったりそういうところでやっぱ勝負してた選手ではあるので、まあ、日本でプレーしてるとその差がすごいはっきり出ましたしその自分の持っている力がピッチに現れて結果に現れるっていうことが、まあ、多々あったんですけどやっぱブンデスリーガーっていう リーグはそのうまいとかいろいろレベルが高いとか一言で言うとたくさんあると思うんですけど僕はそれ以上にやっぱりフィジカルの部分でスピードであったりパワーであったりえなんだろうな僕が強みとしているところが強みじゃ圧倒的な強みじゃなくなったリーグ初めてえ海外でプレーしたのがドイツで明らかにそこを感じたというか、はい。はい まあただプレー面で言ったら、えー、そういったところであったり、まあ、うーんいろんな戦術だったりとかたくさんあると思うんですけど海外でプレーして一番難しいというか、えー、僕自身が成長しなくちゃいけないなと、えー、感じたのはやっぱメンタルの部分あメンタルですか、うん、そうですか、はい、それはどんな,なんですか、ね、違いがありますか。何がすごかったうーん多分ドイツに限らず やっぱまあ、僕の感覚で言ってしまえば日本人とそれ以外っていう感覚なんで<ー>言ってしまえば日本人の方が特別なメンタルをややっっっぱぱ持ってると思うんですよね、うん、やっぱ上の人を敬うとか、えー、自然と上下関係があったり、えー、まあ自然と人に気を使えるとかうん、まあ、でもそれは日本人のいいところでもありますけど時にはそれが。 良、えー、くない場面で現れてしまう、うん、やっぱ勝負の世界っていうのは自分が結果を残して、えー、相手を強としてでも上に行くっていう、まあ、そういう世界でもあるのでじゃあその時に、えー、日本人がいいとされてる、うん、気を使うところであったり、えー、相手のことを思うことであったりリスペクト、えー、するところであったりっていうのがピッチの中で生きるかっていうと。うん 僕自身はそうじゃなかったんですよ、ねはあ、多分他の選手に聞いたらまた違う意見があるかもわかんないですけど僕は日本でプレーしてる時とそうあの海外に行った時でのそのメンタルの部分っていうのはそういう部分で、うん、違いを感じたし僕はどっちかっていうと日本では、うん、そういうメンタルをんて言うんだろうな日本人としていいとされてるメンタルが多分 うーん強みだったタイプなのでチームメイトにも気を使って、はい、自分がミスしてるのにごめんごめんっていうタイプだったので <laughs>、はい、でもだからこそ、えー、チームメイ、えートといいコミュニケーション取って、うん、信頼し合って<ー>それが結果につながるでも海外ではそれが必要ないというかミスっても、まあ味方のせいにする選手ばっかりですしただまあそれって心の底から味方のせいにしてるかっていうとそうじゃなくてやっぱピッチの中では常に。 味方でも、ええー、まあ、ライバルであったり、競争している一、えー、人の選手なので、そういう部分でやっぱり自分が絶対にゴール決める、自分がこの試合で活躍する、その味方であろうが相手であろうが、その気使ってる暇なんて一秒もないみたいな、そんな感覚はやっぱ海外に行って、 うん、感じましたあじゃあテクニックスピードというよりもむしろそういうメンタリティの方が、うん、の衝撃を受けた部分でもあったっていうことですね。うん、そうです、まあ、衝撃というかうかか明らかに違もそれを感じられたのは、はい、やはりその外に出たというか海外に挑戦したっていうところがあると思うんですけども、はい、やはりそういう意味ではこう、まあ、日本の選手っていうのがもう今は本当にこの時代当たり前になってますけど、はい、海外のリーグで挑戦してそういうものを刺激を受ける感じるっていうのは重要ですよね。 うん、そうですね。まあ僕は経験してそれが重要かなとは思いますけど、うん、本当にでも選手も一人の人間なんで、一人一人多分感じ方が違ったり、考え方が違ったり、えー、必要とするものが多分違うと思うので、それはやっぱ自分がどう思うかかなとは思いますけど、行かないとやっぱわかんないことは無限にあるかなとは。 思いますね、そうですよね、はい、この視野の広がりもそうですし、うん、まあ一つ一つのそういう意味では選択が重要になってくると思うんですけどそういった意味でその専属の料理人をつけたっていう話もあの載っていて驚いたんですけどこれっていうののは本当にそのアスリートその個々人の判断なんでですすよねそうですねそそ野選手はそういう意味ではあ食事からもうここ変えないとやっぱりワールドカップっていうピッチに立つことできないんじゃないかっていうふうに考えてそうしたんです うーんまあ、それしないとワールドカップに行けないっていうよりは、ワールドカップに行くために、やれることがあるなら、全部やっておかないと。もし、あのまあ、考え方的には、やってなくても行けた可能性はあるとは思います。ただ、それを、うーんやるかやらないかっていう選択肢がある中で、やらないを取る理由が一つもないというか。あうん そのワールドカップに行くっていう夢があってその夢のために必要か必要じゃないかって多分誰でもあの2択で出したらあの分かると思うんですけどでもそれを選択するかどうかっていうのがまた、うん、その人の行動力であったり、えー、判断のところかなと思いますけど僕は多分思いついた選択肢があったらワールドカップに行くために必要なことなのかどうかっていう点滴にかけた時に必要だと思ったことはもう全部やらないとなって。 でやっぱりロシアワールドカップに行けなかったからこそ、うん、うん感じたのでじゃあ行くために何が必要なんだって考えた時に、まあ、たくさんありますよね、はい、そのやるべきことが。うん、その中の一つでやっぱ食事からサッカー選手として、えーまあ、リカバリーもそうですし体の、うんまあ、調子を整えるとかも、まあ、その食事から、えー、成長していかないといけないのかなとは まあ思ったので、はい、まあ,あとはやっぱ日本代表の先輩であったり、えー、海外でプレーしている先輩の人たちにいろんな話を聞いて、うん、やっぱ食事っていうのがいかに、えー、大事なのかっていうのをまあ感じることができてたんで、はい、まあ早く、えー、専属料理人を見つけないとなとは思ってましたね。そうです、はい、長友さんであったり、マホンダケイスケさんであったり、えー、香川信二さんでやっぱり。 え世界に出て活躍してる選手が食事をやっぱり必要としてえ重要だと考えていることが僕も代表に入ってより鮮明に分かったのでまあこの人たち追い越すために <laughs> この人たち以上のことやんないとえ追い越せるわけがないのでま,まずそういう人たちがやっていること必要としてることは僕にも必要だろうなと肌で感じることができたんで早く えー、食事の部分が、えー、成長ししてていいかないとって思ってました、ね、それこそ今お名前上があった方々もそうですしすごいそういう意味ではこう人にいい,いい刺激を浅野選手はこう受けてそれをこう吸収されてますよね。うんそうですね本当に僕自身本当に思うのは人に恵まれてるなっていうのは、えー、すごい思いますし、えーまあ、日本代表に入ったらやっぱり。 えー、大きな背中を見せてくれる人たちがたくさんいて、まあ、自分が見本とするべき行動であったり、えーまあ、言動を,、えー、をしてくれてる人がいたのでそういう意味ではいいいい見本がたたくさんいたなとは思います<誰>代表に限らや誰にっていうのはないかもかなこの人のいいところを盗もこの人のいいところを盗もなので。 この人の真似しようとは僕は思,思わない人なので、うんえー、よくいるかなとは思うのはこの人好きだからこの人やってること全部真似しちゃう人、うん、でもその人が言ってることでも僕にはなんか違うなっていうことはたくさんあるのでただその人の中にも正解僕の中での正解があってそのいいとこいいところをいろんな人から、えー、盗んで、えー、トライしてみて違ったらまた えー、違うことを探して、トライしてみてっていう。繰り返しかなとは。思います。これだから、僕、ちょ、最後に聞こうと思ったんですけど、今聞きたかったのは、はい、疑心力って書いてるじゃないですか。はいはい、あの、疑う、信じる力ですか。はい、疑心力っていうのは、どんなふうに考えているんですか。うん、もう、僕、そうですね。物心ついた時から。 なんかそういうい疑心力今言葉で <laughs> 見,て見てる人が意味わかんないかもわかんないですけど、はいうん、よく、うんまあ、いろんな人がその人を信じるであったり、えーうん、なんだろうな、まあ、頼ることがあると思うんですけど、はい、でもその信じる頼る、えー、全てその自分が何か行動を起こすときに 誰かに頼ったり誰かを信じたり何かを信じたりして多分選択すると思うんですよね、はい、皆さんその信じる頼るの中に僕は常にやっぱ疑いの、えー、気持ちが多少あって、うん、まあこの人の言ってることを、えー、信じてトライしてみようとするけど この人が言ってることが正解ではないかもしれないっていうことは常にやっぱ心の中にあって、だからこそなんかやってみないとわかんないなっていう、うん、気持ちが常にあって、俺はこそってやってみたいするなですよ。はるはるあな、なるほど。実は、はい。<laughs> はこれもやってみようということで自分で。はい、それは人は見ますよ。はい、その、はい、いや、俺はやっていますって言う時もあるし、はいはい、あ、そうなんですねって、まあこの人に、あの、 はむかっても別にしょうがないか、はい、ったら別にあそうなんですねっていう意見だけを聞いてでもやってみないと分かんないことはやってみるし別に自分が必要ないと思うことは「いやこれ絶対やった方がいいよ」って言われてもうんまあでも僕にはあんまり必要がないかなって、まあ、でもやってみないと分かんないことはやってみるしううんまあそこのバランスがなんか物心ついた時からあってえあじゃあ押さえない時からあったんですねうんそうですねまあ この本の中に、えー、そのきっかけであったり、はい、その僕がなんでそういう考え方になったのかっていうことも書いてあるんですけど、はい、ま正直その瞬間からそういう考え方になったのかどうかっていうのは分かんないですけど、まあ、そうですねまあ人に言われた、えー、言葉があってまあこの言葉大事だなっていう気持ちになってからはよりなんか自分の中であって 何でもやってみるとか、えー、信じる、でもその信じるの中に、えー、2割の疑いがあるっていう<ー>ことは意識的になりましたね。ははは多分それまでも無意識にあったのかもしれないですけど、自分の中でなんか鮮明に意識づけされた瞬間はありましたね。<う>疑いがあって なおかつでも自分で選択して取った行動っていうのは、間違いなく自分の責任でしかないので、多分その意識がある人は、それが失敗しようが、うまくいかなろう、いかなかろうが、うーん、て言うんだろう、結果が出なくても、自分の責任としか見ないので、僕のその、なんて、基準、その、その基準が、やっぱ、 それが愚痴につながるのかどうか。うん、その自分が取った行動何な,なのに。それが愚痴につながるか、人のせいにするか、文句につながるか。まあ、そこが多分,分。わかりやすく言ったら基準なのかなと。思います。はははかだから、すべては自分の責任。って思うためにも。うん、そういう。マインドセットでいるっていうことですよね。うん、うん、そうですね。選択した時に。はい。 え愚痴とか言わないんですかここからその日本代表についても伺いたいんですけど森保監督はどんな監督ですかすごく僕自身はやっぱ信頼してるし、うん、まあいろいろ言われてるし仕方ないなとは思うんですけどそれが多分お互いの間で本当にないああ、愚痴とか言わないんですかあの <laughs> 選手うざいわとか監督嫌いだわみたいなあーでもそれはありますよなんで森保監督は浅野選手を起用するとご自身で思います、はい どうですか率直に今の日本代表は世界との差というのは縮まっていくと思われますか